おやおや、マスター様、どうなさいました？ああ、はいはい、バレンタイン。そういえば、そんな時期でしたね。はい、そうですね。このロクスターもちゃんと用意してましたもん。はい、毒キノコ。おやおや、マスター様、もしかして期待しちゃいました？やだもん、マスター様ったらやらしい。こんなキノコ女相手にまで何考えてるんですか？そういうのはネロ様におねだりしてくださいです。ちゃんと構ってあげないとネロ様拗ねちゃいますよ。さて、馬に蹴られる前にお邪魔虫はさっさと退散しますかね。というわけで、マスター様お疲れ様でした。さよならバイバイ、アリーベデルチ。荒ぶっておられますね。わかりました、マスター様、どうか聞いてください。このロクスタはマスター様にお仕えするサーヴァントですが、同時に麗しき皇帝ネロ様にお仕えするアサシンでもあります。であるならば、このバレンタイン、無様な皿を晒すわけには参りません。ネロ様の威信にかけて至高の一品を追い求めねば。ましてや、どうせまた毒キノコでしょとか思われようものなら、ああ、それはし。そうしてロクスタは最高の食材を求め、サバンナの秘境のジャングルの奥深くに足を踏み入れたのです。んで、見つけた食材がこれってわけよ。はっはっは、マスター様ったらご冗談を。魔人中のスイーツなんて、そんな土地狂ったネタ他にあるわけ？あ、マジかよ、カルデアおっかね。お下がりを。マスター様のことはこのロクスタが命に変えてもお守りします。この顔です。うおー、命捨てがまってやる。チェストゲルマン民族だ。そして夕日をバックに殴り合い、友情が芽生えたのであった。マスター様の部屋のセキュリティ情報を提供することで和解が成立しました。あ、ご迷惑をおかけしました、マスター様。こちら、お詫びの品になりますです。すみません、一応作ってみたちゃんとしたチョコです。あ、いえ、本当普通の何のひねりもないチョコでして。本来はお見せするのも恥ずかしいというか、あ、ですから、その、よろしかったら
お召し上がりください、マスター様。